どうも、ケイスケです。今日はですね、一日ちょっと Vlog を撮ってみたいんですけども、まず美容室に行かなきゃいけない。で、今まで動画編集してたんですけども、ちょっと遅れそうなので、早速出て、美容室に向かいたいと思います。あとはカメラのね、北村さんのイベントに行ったりとか、まあそういうちょこっとした Vlog が撮れたらなと思っています。それでは、行ってきます。ほい、銀座にやってまいりました。僕ね、いつも銀座6の美容室行ってるので、銀座6に今向かってるところです。暑い。あった。あちらです。こちら。多分ね、美容室の中撮影 NG だと思うんで、また出てきたら撮りたいと思います。行きます。できてます。担当の柴田さんです。はい、はい、初めての美容室です。よろしくお願いします。はい、でもいいカメラっすよ。ちょっと高いっすね。10万ぐらい10万ぐらい。くるくるの、くるくるの、こんな見せる瞬間ないっすね。人生で。やば、恥ずかしい。これこんな感じです。だいぶくるくる。ここで見るとやっぱやばいっすね。くるくるや。はいはいはい、眉毛切ってもらいます。あ、お名前なんでしたっけ。浦島さん。よろしくお願いします。これはこれで恥ずかしいですね。恥ずかしい。ありがとうございました。ありがとうございました。また来ます。またありがとうございます。終わり。北村写真機店に来ました。フラッグシップ店らしくて、ここでいろんな中古とか新品のカメラもちゃんと買えるようになってます。で、手前はね、入ってきて手前は結構敷居の低いというかチェキとか置いてあるんですけども、見てこれ、でん、あ、この辺か。知る人ぞ知るハッセルグラッドとかがありまして、ほら、税込み200万超えとかのね、カメラがあります。のでこういうのがね、自由にいじれるというのが、まあ、結構売りらしくて、なんかね、見た目も結構白基調で割とね、とっつきやすいというか、おしゃれ感のあるちょっと斬新なカメラ屋さんって感じしますね。こちら3階ですね。3階でしょ。これ写真フィールドのブックラウンジ。今見たところは本当はね、スターバックスとね、ここの部分が直通になるんですけども、なんかね、そのね、スターバックス、なんか例えば写真プリントしてもらってる間とか、そういう時にスタバでね、コーヒーちょっといっぱい飲んで休憩するためのスペースらしいです。なんで上にね、照明写真とか撮れるところがあるんですけども、照明写真撮ったりとか、あとは、ここでね、写真をプリントしたりとか、まあ、またはたまた本読んだりとかしながら、ちょっとね、ここでコーヒー一杯飲んで休憩とかできるみたいですね。結構今堀口とも話してたんですけども、写真をね、現像してる間結構暇っていう人が多いみたいで、そういう時にね、かなり活用できそうな感じがしますね。はい、まあ、これはね、平さん案件、平案件、平岡案件、平岡、今までスタバで潰した時間がここで潰せる。
これ確かに教えてあげないとあれば。シグマ FP さ、見た？アップでした。あれやばくない？何見てない？まあ、あの、ヒデさんとか使わないからあれだけど、ブラックマジックローが追加されたの。例えばこのレンズ試したいよみたいなのがあっても、はい、それと試したりする。できます、はい、なるほど。なのでここにはライカンとかのレンズを置かせていただいてるんですね、はいはいはい、なるほど。はい、これこのスパイ用の S らしいです。オリンパスの黒いフィルムカメラ。品揃えすごくない？うん、アルファ7-2が68,900円で売ってます。2でいい、いや正直2でいいよ。ここで照明写真の時にいろいろメイクとかできるらしいです。いいねこれで。この裏にレタッチルームがあって、ここでその撮ってくれた人とどんな感じで加工するか、広角上げるとかそういう話ができるみたいです。すごいね今の照明写真って。これがめちゃくちゃ古い1926年のライカのカメラらしいです。でもうジャンク品なんですけども、それでも70万。名前も聞いたことないですもんね。あります？ないですよね。何も分かんないです。かっこいいってことしか分からない。はい、ということで、今一番上の階に来ました。来るとですね、こういうちょっとヴィンテージ系のカメラとかレンズがたくさんあって、例えば僕は全然ね、あの知らなかったんですけども、ライカの MP のエルメスモデルがあって、これね値段がアスクになってます。ほらアスク、もうね値段がアスクなんで全然ね、なんだろう、値段がつかない、もう新品未開封のやつなんですけども、まあ、当時130万ぐらいだったのが今はおそらく1000超えるのかなくらいの値段になってるかもみたいならしいです。すごいねこういうのも出てくるの。これ何なんですか？トイルトのね、カメラ。え、スケルトンのトイカメラ？これ電池入ってて、SD カード入って、1300万画素。結構楽しかったですね。すごい。これか。これカメラ。トイカメラなの？使えるんだ。全然使えました、ね。すごい。これ動画撮れるんですか？動画の撮れるの？動画撮れるの？嘘。マジか。すごい。メインこれにしようかな。でも10秒しか撮れないから10秒ずつ切って撮り直さないといけない。ここがグリーンファンディングさんのアイテムがこの辺に並ぶらしいです。なんか上とかは結構北村の中古カメラとかそういうのなんですけども、こことかにはまあなんか割と新しめのクラファンとかでやるようなガジェット、カメラガジェットみたいなのがここら辺に置かれるらしいです。こういうのも見れて、古いのっていうかヴィンテージものも見れるのはちょっといいっすよね。なかなかない感じ。これも撮ってます。はい、北村写真機店行ってきました。まあね、なんか北村写真機店は下から上まで全部カメラなんですけども、まあ、買い取りもそうだし普通に販売とかできたりとか、なんかすごいね、あの新宿のカメラ屋さんの中でも一番品揃えが良かったりとか対応が良かったりするような、もう本当にね新しいカメラ屋さんでした。ということで、腹減った。何を行くか。寿司寿司ある？本当に寿司ある、マジである、あそこに。じゃあしょうがないな。とりあえず飯行ってきます。
バイバイ。